さあ大阪ガスフォースさん残り1ヤードの状況、メンバーを大きく変えましたが、さあこれはどのような策を講じるか。フォーメーションを組みました。フォースさんギャンブル、この1回の攻撃で攻撃権更新を図ります。必要距離は1ヤード。ここでトラブル発生。ここでプレーを行おうとしてクォーターバックボールを持つ際にボールをファンブルしました。この落としたボールをなんとか確保せんというところ、しかし相手殺到したためこれを確保するにとどまりました。結果的にこの位置で攻守交代となります。ギャンブル失敗となり4回目の攻撃が失敗という格好でテイクオーバー、攻撃権変わりまして西宮ブルーインズに変わります。さあ西宮は相手の、大阪ガスの攻撃しのぎましてボールオン自陣48ヤードからの攻撃に入ります。西宮ブルーインズファーストダウンテイ、さあまずパスプレーからハイランド、クォーターバック下がりましたが、しかしディフェンスカバーよしと判断し緊急発進のランプレーに変えました。スクランブルと称します。これによりまして約2ヤードから3ヤードのゲインとなっています。スクランブルしましたクォーターバックは18番の中岡です。関西学院大学出身です。西宮ブルーインズセカンドダウン8、ボールオンは自陣49ヤード。今度はクォーターバック10番自らキープしまして左オフタックル付近に突入いたしました。最もサイズがありますタックルの外側駆け上がらんとその力強いランを展開しようとしましたが、しかし大阪ガス譲らず、ゲインは1ヤードにとどめましてサードダウンに変わります。キャリアとなりましたのは西宮ブルーインズクォーターバック10番の本間でした。愛媛大学出身のプレイヤーです。西宮ブルーインズサーダウン7、パス成功、ファースター、クォーターバック18番下がりまして中央切れ込んだワイドレシーバー0番にパス。0番ディフェンス集まる中それを見事キャッチまして攻撃権更新です。西宮ブルーインズファースター、見事パスを投じましたのはクォーターバック18番中岡、関西学院大学出身、取りましたのは0番の長吉です。江南大学出身です。さあこれにより西宮相手陣入りまして相手陣36ヤードからのファーストダウンテイ、さあ今度は中央行った、確実にランしまして4ヤード獲得となっています。ランニバック21番にハンドオフをしオフェンスラインともども中央のなだれ込みました。ライン線の攻防の間をすり抜けるように約4ヤード確保する形に至っております。見事タフなランを決めましたのは西宮21番の藤井です。関西大学出身、西宮ブルーインズ相手陣32ヤードからセカンドダウン6、不成功。今度は中央切れ込んだレシーバーへのパスでした。しかしこれはディフェンスのカバーもタイトでこのパスはキャッチできず不成功、サードダウンに変わります。さあこの8ヤード6ヤードの攻防です。西宮サードダウン6、さあここでクォーターバック自ら行った、スナップ受けるエナや3番一気に中央に体をねじ込み攻撃権更新を図りましたが、しかしまだそれには届いておらずフォースダウンに変わります。キャリアは3番の穴田でした。明治大学出身です。
さあ3ヤードの攻防、フォースダウン、最後の1回どうするか。プレーします。フォースダウンギャンブル、この1回で3ヤード突破なるか、大阪ガス防ぐか。ナイスカッチ、ファーストダウンギャンブル成功。ここでクォーターバック3番、左に展開していたワイドレシーバー19番にパス、ピッチパスをキャッチした19番、そこから左方向をサイドライン駆け上がりまして見事攻撃権更新です。西宮ファーストダウン、見事攻撃権更新果たしましたのはワイドレシーバー19番の藤村でした。関西学院大学出身。さあ攻撃継続し、しかも相手陣19ヤードからの西宮ブルーインズファーストダウン10。さあここで右方向へパワープレーを展開しました。ランニングバック29番にハンドオフをし、ブロッカーを固めた右サイドに展開、オフェンスラインともども約1ヤードから2ヤードのゲインを図っております。託されましたのはランニングバック21番の藤井です。関西大学出身。西宮ブルーインズセカンドダウン9。3番プレーアクションから左に流れてワイドレシーバー22番にパス、22番ディフェンスフリーキーノーマークになりましたが、しかしキャッチできずパス不成功でサードに変わります。さあ西宮サードウン9の状況、大阪ガスとしてはここで何とかして食い止めたいところです。さあここでどのようなプレーを行使するか、西宮ブルーインズサードン9キュービーサーク。ここで西宮パスを構えんとして18番ボールを受けるような構えましたが、そこに大阪ガスのディフェンスライン陣が殺到、53番が吸収しましてキュービーサーク、パスを投じる前に一目フォースダウンに変えます。見事なプレッシャーをかけましたが大阪ガス53番、素晴らしいプレーでした。西宮ブルーインズフォースダウン13、フォーメーションを変えました、フィードゴールトライ、キックによる3点を狙い同点を狙います。このキックはしかし失敗、フィードゴール失敗という形でこの攻撃無得点という形になりました。攻守変わりまして大阪ガスに攻撃権変わります。鮮やかな攻撃展開し、西宮はここで同点に追いつかんとフィードゴール挑みましたが、しかしこれはそれまして結果的に無得点という格好で攻守変わり大阪ガスに攻撃権変わります。さあ窮地しのいだ大阪ガス、自陣22ヤードからのファーストダウンテ、さあここで密集点に来ました。まずランニング枠にボールを戻せ、中央密集点突破を図りました。しかしこれは西宮ディフェンスフロント踏ん張りましてノーゲイン、ゲインなくセカンドダウンに変わります。見事対応しましたのは西宮1番の四方でした。京都教育大学出身のルーキーです。大阪ガスセカンドダウン10。ナイスタックル、ナイスディフェンス。
今度は左に展開しているワイドレシーバー1番にキャッチアンダーを図らせました。しかしパスを取るエナや西宮42番見事タックルしまして2ヤード3ヤードロスに変えております。鮮やかな対応をしましたが西宮42番の福田でした。関西学院大学写真。大阪ガスサーダウン13、さあ突破なるか。ナイスカット、パス不成功。ここでクォーターバック右に流れてそこから奥に走り込んだ1番にパスを投じました。しかしそのパスを西宮9番がパスカットしましてパス不成功、フォースダウンに変わります。見事なパスカットを披露したのは西宮9番の浅野でした。大阪大学出身。大阪ガスフォースダウン13、パントフォーメーションを取ります。リターン試みまして、しかしこれは大阪ガスカバーしまして結果的には西宮陣営45ヤード付近で攻守交代となります。攻撃権はテイクオーバー変わりまして西宮ブルーインズに変わります。さあ今度は西宮の攻撃になります。西宮ブルーインズ自陣45ヤードからのファーストダウン10。ここでクォーターバックスナップを受けてプレーを知る際にその足がラインマンと接触していた模様です。そこでダウンしましてセカンドダウンに変わります。西宮ブルーインズセカンドダウン11。さあ今度は左に選手を固めました。パス不成功。ここでクォーターバックは中央切れ込んだ85番にパスを投じましたがこれはディフェンスカバーありまして不成功、サーダウンに変わります。西宮ブルーインズサーダウン11。ここで今度は中央に切れ込んだ11番にパスを投じました。しかしこれも大阪ガス見事にパスカバーしましてパス不成功、フォースダウンに変わります。ハートマークのプッシュありがとうございます。さあ西宮フォースダウン11、失礼しました、フォースダウン11の状況、パントフォーメーションを取っています。さあ大阪ガスリターンに入る。リターナー5番、左サイドライン駆け上がらんとしましたがこれはカバーチームに押し出される格好で結果的に、大阪ガス陣の28ヤード付近でテイクオーバー、攻撃権変わりまして大阪ガスに攻撃権変わります。
大阪ガス自陣28ヤードからのファーストダウン10。中央へのプレー、まず密集点をつきました。最初の一手を中央くさび打つように密集点突入し、約1ヤードのゲインに変えております。大阪ガスセカンドダウンに変わります。大阪ガススカンクスセカンドダウン9、ボールオン自陣30ヤード。ここでパスプレーに出ました。クォーターバックが左奥を走り込んでいたワイドレシーバーにパス、これを見事にジャンピングキャッチしまして、そのパスを見事着地して成功といたしまして、大阪ガス攻撃権更新です。大阪ガスカンクスファーサー。さあ、これにより相手陣の48ヤードからの大阪ガスファーストダウン10。パス不成功、再びパスプレーで今度は一気に奥を狙うと、ロングパスを投じましたが、しかしこれはディフェンスもカバーよく不成功に変えております。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。大阪ガス相手陣48ヤードからのセカンドダウン10。今度はランニングバックに託しました。右にスプリントしてからのドロープレー、パスに見せかけたランプレーでランニングバック6番に中央を切り込ませまして、約2ヤードから3ヤードのゲインとなっております。ここで2ミニッツウォーニングに入ります。今季より国内アメリカンフットボールで採用されております米国カレッジルールにおきまして、従来はプロでしか採用ありませんでした前後半残り2分でのレフェリータイムアウト2ミニッツウォーニングが採用となっております。アメリカンフットボールは点を取り合う点取り合戦でありますが、同時にそれは時間をいかに使うかをかけました頭脳戦でもあります。残り2分間はその時間をいかに使うかが非常に重要な要素になります。この時間を含めました攻防戦、ぜひここからご注目ください。さあ、2ミッツウォーニング解けまして試合再開です。大阪ガス相手陣45ヤードからサードアンド7の状況。ここで一気に奥に走り込んだ WC は9番にロングパスを投じました。しかしこれも西宮ダブルカバーしまして、このパスを防ぎフォースダウンに変えます。大阪ガスフォースダウン7。パントフォーメーションを取ります。このパントはリターンができない絶妙のバウンドにしまして、ボールは
西宮陣11ヤード付近でとどまり、この位置で攻守交代となります。攻撃権は変わりまして、西宮ブルーインズに変わります。大阪安、素晴らしいパントを披露しました。パントしましたが6番の川上でした。さあ、これによりまして、失礼しました、ボールオン停止しました、位置誤りましたが、11ヤードの付近にあります。西宮ブルーインズ自陣11ヤードからのファーストダウン10。さあ、まずランプレーを挟みました。ランニングバック21番ハンドオフを託され、中央突入しまして、約1ヤードから2ヤードのゲインとなっております。失礼しました、ディフェンスが踏ん張りまして、これはノーゲインでした。セカンドダウンに変わります。西宮ブルーインズセカンドダウン10。ここでホイッスル。ここで西宮ブルーインズ前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトが取ります。まず西宮はこの状況で前半1回目のタイムアウトを利用いたしました。さあ、タイムアウトを受けまして試合再開。西宮ブルーインズセカンドダウン10。これも大阪ガスナイスディフェンス。ここで中央のランプレーによって状況打開図らんというところ、しかしここで大阪ガス33番立ちはだかりまして、このランが阻止しております。ここで大阪ガスが前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールはボールを持った選手が中で倒れた場合はそのまま時計が回り続けます。ここで時間を消化させずに時間を残し攻撃し得点のチャンスを図らんと、ディフェンスの段階で大阪ガスはタイムアウトを取りました。さあ、このタイムアウト生きてくるでしょうか。逆に西宮はこの状況を突破しまして、有利な状況に作り変えることができるでしょうか。西宮ブルーインズサーダウン13。ナイスだ、ファーストだ。ここで西宮21番が打破しまして中央突破し攻撃権更新です。西宮ブルーインズファーストだ。この厳しい状況をしかしランプレーによって見事突破しました。ディフェンスの群がる中素晴らしいボディーブームを決めまして攻撃権更新果たしましたのは西宮ブルーインズランニングバック21番の藤井です。関西大学出身。ここで西宮が前半2回目のタイムアウトを使います。さあ、前半残り時間は47秒になっておりますが非常に面白い展開になってまいりました。
状況をディフェンス有利と見まして大阪ガスがタイムアウトし攻撃を延長、その時間確保しようとしたところ西宮鮮やかにこれを攻撃更新しました状況に至っております。さあ試合再開、西宮自陣24ヤードからのファーストダウンテ、さあこれクォーターバックいった、パスを投じようと構えましたがしかしディフェンスのラッシュありまして急遽スクランブルにしました。中央突破しまして約8ヤードゲインとなりましたがしかし中で倒れているため時計が回ります。見事スクランブルしましたのは西宮クォーターバック18番の中岡です。関西学院大学府出身。さあしかし時計は刻一刻消化されていっております。前半残り時間10秒を切りました。どうやらこのまま無理をしないまま前半終了とする構えのようです。ここで前半戦終了です。前半終えまして西宮ブルーインズ0点、大阪ガススカンクス3点、大阪ガスのワンフィールドゴールによる得点の3点差で持ちまして前半戦終了となっております。